小林英拓、道真天杯山義等の図、伝説では、太宰府左遷の前に立ち、猫丸五作は完成しているため、この時道真が履いていた立ちは猫丸であると、考えられる。猫丸は、天魔大自在、天神蔵書一位大城大臣、菅原村、道真公を自らがその手で鍛え上げたとされる、神刀。刀身に触れた猫の体をまぶたつに切った伝承から、その名がある。 江戸時代に知られていた逸話は、以下の通りである。猫丸、出雲天神の五作と運ある同僚を運国知れず、川内有志作運子の作僧、追しかもこの立ち、樽二僧、リカリバナよりをまで避けると運、大義より、古東名人大前、古代名物の剣、猫丸出雲天神の五作と言う。あるいは、同僚とも言う。国知れずとも、 川内勇士の作とも言う。この作、ネズミを追ってこのたちが抜いてあるところに走りかかり、花から尻尾まで裂けたという。刀装具で梅松桜の図案は、菅原伝授手習い官にちなみ、菅原と呼ぶ。この写真は、菅原図、通るつば。同妙とも言う。国知れずともは、人心たる道真であれば、住居は軽だろうが、神の道と仏の道を極めた。 都道天神の住居だから、神が集う出雲国、道真ゆかりの寺の道明寺、もしくは国知れずとしたものか。あるいは、道書の別のページには、国知れずの投稿として道明という人物が挙げられているので、その投稿が、猫丸を作ったというのを指したものか。川内雄氏は、川内雄生であれば、後白河法王の配当石切りもしくは、石切り丸、 あるいは悪元太義平の同盟の博士を作ったとされる投稿。鎌田を名、本朝丹野公の名剣作者記は古代の名公の一人に菅原道真を挙げ、立ち、猫丸を作刀したのは官表から正体の頃であるとしている。しかし、所詮は俗説であると一周している。上記の説話について、福永水健は古刀名人大前以外にも、 日本国中丹野明文集、文明十六年名人、長京目聞書等を参照しており、これらの菅原道真が作ったとか、猫を切ったとかという伝説は、南北朝時代から応仁の乱の頃には、すでにあったようである。騎人自らが刀剣を打つ、という物語は、後鳥羽上皇の菊五作が有名なほか、丹野明事項では、応仁天皇より二十数代にわたって天皇、 自らが作刀していたという伝承が載せられるなど、この時代の流行だった。また、走ってきた猫を切ったという逸話も刀の切れ味に、まつわる伝説の一種の類型で、足利将軍家の贈答の地に、尾張徳川家茂大の家宝になった、南仙一文字にも、同様の逸話があった。毛抜き形たち,たちは、道真の時代の絵筆立伝説よりも、小さい猫丸、つまり、 猫丸の銘が中心に入った脇差しが北野天満宮に伝来している。これは明治5年に西京社人から奉納されたもので、勝負作り、白鞘入り、図子に安置され、さらに黒うるし塗りの印籠外箱に入れられている。この脇差しも太刀の猫丸と同様、道真が壁に立てかけておいたところにちょうどかけてきた猫が当たってしまい、銅が真二つに切れてしまったのだという。 また、この脇差しは、道真の作刀ではなく、守り刀とされている。福永水健は、幕末には、松梅院に、猫丸名の道真の博士があったという話から、考えて、刀の道真、廃刀伝説が、民間に流れるうちに、いつの間にか道真、作刀伝説に語伝されたのだろうとしている。しかし、作りからは、 ビンゴミハラ派の室町時代後期の作と言われ、伝承では猫丸は、立ちなのに脇差しになっている。点、南北朝期にはすでに、猫丸伝説があったと思われるのに、それより、新しい点、不審である。また、五作、猫丸五賢と図紙に名が入れられていることから、民間だけではなく松梅院にも道真が、投稿だったという伝承が伝わっていたと考えられる。ただし、 天満宮の展示でも、いつごろこのような伝承が発生したのか、不明とされており、すでにその遺祭は失われている。なお、太宰府天満宮には、菅原道真廃用と伝わる平安時代の毛抜き、形立ち、毛抜き形立ち、無名、があり、時代や大きさとしては、むしろこちらの方が、猫丸の伝説と一致する。 お袖天魔空と猫原則最古の刀剣書の写本の一つである、龍造寺本名人12月に、書者に、助ケ猫丸、および、漢ン本名人に、書者に、女包ツツ猫丸ゼンながらという記載がある。これらの箇所はおおよそ火略頃に書かれたものに由来すると思われ、鎌倉時代末期には、すでに女包ツ,ツの名物として、猫丸という刀が有名であったことがわかる。 女筒美の名の投稿は、著名なものだけでも永遠頃の古備前派、上限頃の福岡一文字派、公安頃の福岡一文字派など、多数いるが、ここでは古備前の女筒美。また、漢字インポン名人の別の箇所では、女筒美について、丸を作手を切らふつまり、抜け丸を作った。使い手を選ぶという。抜け丸は、普通、抜け丸と読み、一般的な説では、 大原守作、平家及び足利将軍家の十代の刀とされる。女筒美は猫丸と抜け丸の両方を作ったか、または仮に同一説話の重複とすれば、抜け丸が猫丸と誤って伝わった、あるいは逆に女筒美の猫丸が守るの抜け丸と混同された、等々が考えられる。いずれにせよ、総合すると猫丸は主を嫌うらしい。 また、長京名人では、女包み横丸作となっていて、横丸と伝わっている。猫丸が猫を切ったかどうかは定かではない。ありがとうございます。